それでは今から洗車に行ってまいります。はい、ジンです。シャンプーを買います。前はね、こちらの、水垢シャンプーを使ってました。これが598円。そしてこっちのコンパウンド入りのシャンプー、ボーダーの車体大丈夫なんかちょっと分かりませんけど、水垢くすみも取れるって書いてるんで、今回これでシャンプーしていきたいと思います。それではお会計に行ってまいります。はい、それではね、買っていったんで、これからちょっとスタンドに行ってシャンプーを洗っていきたいと思います。数年使ったらこれバリバリに剥げていきます。はい、それではね、自分がいつも、こっちにいるときはね、糸島の方にいるときはこの村山石油というエネオスの、スタンドでガソリンと洗車の方をね、いつもさせてもらっております。ひとまず、ガソリンをね、入れます。今ガソリンを入れましたので、今ね、洗車の方に行きます。洗車場ね、今日はあんまり来てないかな。いつもあのカッツ魚とかね、あの仕事の魚とか配送する車の洗車が多いんですけど、今日はあんまり入ってません。給油を済ませました。給油しない人はね、あの車両の利用は使用料をいただきますというね、こういう看板がありますなので、給油はね、してから使用してください。こういう風にね、蛇口が、あります。ボーダー屋根の上です。屋根の上、しんどい、もうめんどくさい。3ヶ月の汚れをきれいに落とさなければ。誰か代わってくれ。しんどい。よいしょ。すごい汚れてんな。まあ、きれいにしていきます。後ほど、はい、ひとまず水をバーッとかけていきます。冷て。はい、ここにもね、宣伝するかのように置いてます。水かけてシャンプーね、行きます。こんな感じに自分はバババババーっとガーッと汚れを落としていきます。リアの方は、水シャンプー、拭き上げも終わりました。まだ天井とリアだけです。あと側面と前まだ残ってます。
もう一面ずつやらんとダメですね。もう今の時期になっても太陽が出てたら水も結構ね、乾いて水垢となって抜きにくくなるんで、まあ水を流しながらシャンプーをして流しての繰り返しをしてます。はい、洗車とともに排水もここで捨ててます。洗車しながらなんで全部流れていきます。全然ここは大丈夫かと思います。側面、やっと一面ね、側面の方ができました。ピカピカになって映ってますね。まあとりあえず洗ったかなって感じです。まだように水垢筋ね取れてはないですけど、また違うね液で、筋は取らないと取れません。はい、今度は前の方ね、フロントやっていきます。はい、洗車し終わりました。今からねトイレ7リットル水を入れます。7リットルももう入らんかな、そんなには。ここから入れます。全部入れたら溢れてくるので途中で止めてください。後ろにある給水タンクね、ここに水を入れていきます。これで、水が入ってってます。入り終わったらこの下から水が溢れてくるようになっております。給水してる間にの村山石油っていうのかな、 NS唐津ですね。その隣にディスカウントドラッグスのコスモスがあります。こんな感じのね洗車場、広い洗車場になっております。そして向こう側にはですね、掃除機と拭き上げコーナーもありまして、タオルも、何枚かね、置いてくれております。結構いいところです。従業員さんもね明るい人でいいですよ。またね唐津の方に立ち寄ったらここのガソリンスタンドガソリン入れて、まあ給水だったり洗車だったりしてみてください。給水ね満タンになりましたらこのように、この下からね溢れてきます。溢れるようになってます。はい、それではねこのマフラーボーダーバンクスの側面の下にあるマフラーですね、こいつ錆びているので今からピカールで輝かせていこうと思います。適量に、こうねつけてもらって、まあ、こっちでもいいや、つけてこする、ひたすらこする。もうずっとやってないからね大変。
磨いていったらすごく綺麗にはなりますけど、ちょっと面倒くさいんで今度またゆっくりやろうと思います。今ね中途半端です。でも光ってるからね、これがどん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 綺麗になっていきます。根気な作業です。試してみてください。洗車も終わったので帰ります。唐津の方から、糸島方面ですね。ずっと海が、海があって海岸線を走るようになってます。横はこういう感じ。車も綺麗くなって気持ちがいいですね。